ただいまより、ホームポジション株式会社2024年8月期決算説明会を開催いたします。友野社長、よろしくお願いいたします。ホームポジション株式会社代表取締役の友野博之でございます。本日は当社の2024年8月期通期決算説明会にご参加いただきありがとうございます。本日はこちらに記載されている順番に2024年8月期決算の概要、2025年8月期の業績計画、KI スター不動産との資本業務提携についてご説明いたします。まず、決算の概要でございます。前の期までに積み上がっていました在庫の処分を積極的に進めたことで、販売頭数自体はほぼ計画通りとなりましたが、私ども主要なマーケットである東海エリアでは在庫が過剰となっている現状が長引いていることから、販売価格の値下げをする必要があり、結果として売上高はほぼ前年並みの水準となりました。利益につきましては価格競争が激化する中、大幅な値引きによる販売を推進したことで粗利率が低下したことに加え、棚卸資産評価損を計上したことなどにより大幅な赤字となりました。こちらは売上高と売上総利益の四半期推移となります。第3四半期に粗利率が改善してきているため、7月の時点では通期の着地も昨年のようにかなり挽回できるのではないかと考えていたのですが、東海エリアのマーケットの状態が思ったよりも良くならなかったという状況です。それでもこちらのグラフを見ていただける通り、お分かりのように売上高は徐々に右肩上がりのトレンドになってきております。こちらのページはエリア別の販売件数の推移となります。全体では574件と前年と比べて40件近く減少しておりますが、これは需給環境の改善の遅れている東海エリアにおいて在庫処分を進めながら仕入れを抑制したためです。グラフにもありますように、注力している関東エリアでは212件と前年の164件から約3割増加いたしました。この212件は過去最高の件数となっており、関東エリアでの事業は順調に拡大できております。こちらはエリア別の販売件数の四半期推移となります。後ほどご確認ください。こちらは在庫残高の四半期推移となります。需要の落ち込みと販売価格の下落を踏まえ、東海エリアを中心に用地仕入れを抑制した結果、例年に比べて期末の在庫が少なくなっておりますので、今期は積極的に仕入れを行う計画です。こちらは貸借対照表になりますので、後ほどご確認ください。続きまして、今期の業績計画についてご説明いたします。今期の事業方針はこちらに記載しております3つになります。後ほどご説明いたしますが、 KI スター不動産から20億円の出資を受けて資本業務提携を結びましたので、この資金を有効に活用し、それと同時に関東地区に強い KI スター不動産のノウハウやネットワークなどを活用しながら、関東エリアでの売上の拡大を目指してまいります。こちらはすでに公表しております計画となりますので、後ほどご確認ください。最後に、KI スター不動産との資本業務提携についてご説明いたします。こちらは具体的な調達金額などになりますので、ご確認ください。今回の第三者割り当てを実施したことにより、筆頭株主が変更となりました。表にあります通り、KI スター不動産が 35.61% で筆頭株主となっておりますので、ご確認ください。今回の資本業務提携の目的についてご説明いたします。目的は大きく2つです。1つは財務基盤の強化です。自己資本を増強することで
財務基盤をより強固なものとすると同時に、物件の仕入れなど事業展開のスピードアップにもつながると考えています。2つ目が関東エリアシェア拡大の加速と書いてありますが、関東で一定のシェアを持たれている KI スター不動産のノウハウやリソースなど、そういったものを活用してこれまで取り組んできた関東エリアでの事業展開をさらにスピードアップさせていきたいと考えております。私からのご説明は以上となりますが、今期は事業展開のスピードを高め事業を拡大させてまいりますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。最後に社長の友野よりご挨拶がございます。友野社長、お願いいたします。本日は当社の2024年8月期通期決算説明会にご参加いただきありがとうございます。今期につきましては関東エリアを中心に業績の回復に努めてまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。